うわ、すごいわ。あのキスのことを考えていた。どのキス？ブロジミールが俺の唇を使って君の唇にしたやつだ。彼がいなかったら違う感じがしただろうか。どうだったかしらね。確かめる方法は一つ。比べてみてどうだった？一人でキスする方が断然いい。自分の意思でな。誤解なら言ってくれ。ブロジミールはキス以上を求めていたはずだ。事実、堂々とそう言った。その通りよ。とても率直だった。その点は認めるわ。それが有利に働く時もある。そうだな。時間を大いに省ける。それで今日はどうするの？ゲラルト、私と時間を無駄にしたい？それとももう戻りたい？君に約束した。約束は守るつもりだ。素直になるつもりだ。ブロジミール以上に。それは面白そうね。面白いかどうかはやってみないと。満席ね。そろそろ悪予感がするな。なぜわかったの？預言者でね。満杯じゃない。無駄にするのは惜しいな。その上、ほっといたら酔っ払った人が見つけてさらに問題を起こしちゃうかも。それに私、誓いを立てたの。一つ、良い行いをせよ。医師としての提言は？おい、少し取っておけよ。早く飲まなくちゃ、見つかる前に。ほら、隠れて。月に連れてって。飛ばないと月には行けない。大間違いよ。見て、湖の真ん中にあるじゃない。何してるの？月でみんなが普通にやることさ。ごめん。どうした？俺にアレルギーでも起こしたか？ちょっと飲みすぎちゃった。